チベットモンゴル総合承認条約1911年に建国されたモンゴル国の国旗チベット国の国旗チベットモンゴル総合承認条約は1913年1月11日モンゴルのウルガにおいてモンゴルのボグドハーン政権とチベットのガンデンポタンとの間で締結された条約1911年10月10日に勃発した侵害革命により 新国が滅亡すると、その給料をめぐって、中国の共和政権とモンゴルチベットの民族政権は、それぞれの主張に基づいた国際的地位の確立を目指した。すなわち、新国の給料の全域を単位とする中国という枠組みを設定し、自身をその中央政府と位置づけ、その他の各地の政権に服属を求める漢民族の共和政権の立場と、 新朝皇帝の消滅により、その支配下に入っていた諸国、諸民族は、それぞれ対等の別個の国家となる、というモンゴルチベットの民族政権の立場である。本条約は、モンゴルとチベットが、中国とは別個の独立した国家としての、国際承認を協力して獲得しようとする中で、締結された。モンゴル、チベットにおける新朝皇帝官は、清史帝は、 文ュ皇帝として中国を統治すると同時に仏教の保護者天輪聖王,王としてモンゴル、チベットを従いているというものであった。満州人による西欧朝では中国は直轄地とされていたが、チベットモンゴルは作法関係という主従関係を結んだ半部であり、ダライラマや諸公たち、モンゴル王公はそれぞれ自前の統治機関を要して、それぞれの領域を統治しており、 中国、モンゴル、チベットの区別は明確であり、清し角に従属していても、中国の支配を受けているという観念はなかった。本条約の冒頭部には、そのような、中国観が現れている。日本における、最初期の紹介チベット語資料による、全文、後書きの紹介条約文冒頭には、チベットモンゴルの日国は、万寿コンマの支配から離れ、中国とは、 別々となったとある。A.B. 堺信彦。中国、中華は侵略用語である死な侵略主義の論理、構造マイナス。日本。オリジナルの2020年12月13日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 1 2 1 3 1 9 4 1 1 2 h t t p s a k a i n o b u h i k o c o m 2 0 0 4 0 2 p o s t 1 8 h t m l 条文本文は、東文会調査編三部編。 死な台四巻第五号四十五ページ記載の分け文。条文本文は引用に際して、旧事態が新事態に改められている。シャスカーブ・パスカル、バド・チース・レッド・ドン・ジ・アル・ラブス、コリン・ポング、1976、ピアニッシモ、633から635より、翻訳、ヤルタ協定。日本外交主要文書、年表、56、57ページ。 条約集第24集第4巻東京大学東洋文化研究所田中昭彦研究室2011年1月10日閲覧ありがとうございます。